レーザーラモン RG は日本のお笑いタレント。吉本工業所属。本名を呼び、旧芸名は伊豆淵誠。レーザーラモン HG とお笑いコンビ、レーザーラモンを組んでいる。立命館大学経済学部卒業。身長177センチメートル、体重77キログラム、血液型大型。2003年に結婚。 2005年6月に第一子誕生。1974年6月8日、熊本県上増樹郡交差町で生まれる。伊豆淵氏は、伊予国を、勢力圏とした河野氏の氏族とされる。先祖には、愛媛県伊予市にあった、伊福城城主の伊豆淵森政などがいる。また、同じ伊豆淵氏の東園に、落語家の初代、三遊亭窓川佐がいる。 小学4年生の時に、父親の移動に伴って、愛媛県八幡浜市に転居。いじめに会いたくないため、スポーツの成績や特技について周囲に張ったりを、かけるような少年であったが、それが嘘にならないように陰で努力もしていたという。八幡浜市立白浜小学校卒業。八幡浜市立綿子中学校入学。バレー部に入り、レギュラーになり、 県大会ベスト8に入った。八幡浜市立綿子中学校卒業。高校は進む学校である愛媛県立八幡浜高等学校に入学。文系成績上位クラスに選抜された。部活動はバレー部に所属していたが、同時に結成していたメタルバンドの方に傾倒していた。しかし、バンドに熱中するあまりに、 大学受験に失敗。一浪した末、立命館大学に入学した。立命館大学でも、軽音楽部に所属し、AOD というバンドを結成、ベースを務めた。しかしあまり刺激を感じず、他のサークル活動を見学していたところ、立命館、プロレス同好会のメンバーに惹かれるものがあり、入部した。学生プロレス中心の生活となる中で、 同志社大学の住谷正樹と出会う。また、ガロ、コミック級といったサブカルチャー系の漫画にものめり込み、自ら漫画を描いて出版社に持ち込むまでにもなった。一方で学業にも真面目に取り組み、参加生の頃には就職の内定を決めていた。立命館在学中の1997年10月に、住谷とお笑いコンビ、レーザーラモンを結成。 当時、大阪で震災橋筋二丁目劇場が人気となっていたため、卒業記念に二丁目劇場のオーディションライブ、サビキを受けてみたところ合格し、同劇場へ出演するようになる。さらに、その勢いで参加した、今宮子どもエビス漫才新人コンクールでは、福笑い大賞を受賞した。卒業後は、カーディーラーに就職し、営業職などを務めつつ、 お笑いも続けていたが、仕事に馴染めず3ヶ月ほどで退職し、吉本工業に所属。アルバイトを掛け持ちしつつ、本格的にお笑い芸人としての活動を始める。1999年、バッファロー、五郎プロデュースの爆笑新ネタ逆転満塁ホームラン寄せに初出演。同年10月、初のレギュラー番組となる毎日放送、クワンガク、がスタート。 2000年、ABC お笑い新人グランプリで、審査員特別賞を受賞。2001年11月、レーザーラモンは揃って、吉本新喜劇に入団。伊豆淵はヤクザ、マヌケな男、オタクなど、多彩な役柄を演じる、オールラウンドプレイヤーとして活躍。自ら、超音波攻撃と称する画学のモノマネ、一人プロレスなどのギャグを披露していた。 財団中の2003年に一般女性と結婚。住谷がレーザーラモン HG として大ブレイクしたことにより2005年末に対談二人揃って東京進出を果たす。その後は HG の影に隠れつつ、HG に便乗したキャラクターであるレーザーラモン RG を名乗って露出を図る。RG として寄生虫呼ばわりされ、 世間から嫌われながらも多彩な持ちネタで徐々に存在感を増していく。さらに HG のプロレス活動での負傷による長期休養もあり2009年頃から RG 単独での活動を増やす。その中でモノマネネタや市川海老蔵のモノマネから派生したあるあるネタがじわじわと支持を集めていき一発屋に終わらない独自のキャラクターを確立することに成功した。 R-1 グランプリでは、2011年、2012年で、準決勝進出。2014年は、初の決勝進出を果たし、準優勝となる。2017年にも決勝に進出している。2021年8月2日、新型コロナウイルスへの感染を公表。立命館大学では、立命館、プロレス同好会に所属。 リングネームは、荒崎人生を、下ネタ風にオマージュした、陳崎神聖だった。京都統一タッグ選手権の初代チャンピオンに輝いた、経験を持つ。しかし、伊豆淵本人によれば、同志社大学の同志社プロレス同盟に在籍していた、住谷が、正当派のプロレスをしていたのに対し、自身は、コミックレスラーだったとも言う。また、試合よりも、 実況席に座った時の喋りの方が好評であったとの証言もある。大学のアマチュアレスリング部が部員不足であったため、RWF の面々もそちらの練習に週に数回参加しており、実際に大会出場経験もある。RWF の先輩には芸人の百合おかち特級、後輩には後に新日本プロレスのレスラーとなる棚橋ひろがいる。 そのため、RG は、普段棚橋を、おい、棚橋、棚などと呼び捨てにしているが、吉本工業の先輩であり大の新日本、プロレスファンの博多大吉は、人前で呼び捨てにするな、チャンピオンなんだからうやまえと RG に説教をした、ことがある。なお、棚橋自身は、一応 RG を先輩として立てる発言をしている。2005年より、 HG が参戦していたプロレスイベントハッスルに RG も出場するため2006年にパワーアップで王。ディションに参加2月10日のドラフトまで生き残る。鈴木ひろこ第3代 GM はこれほどの才能の原石を見たことがございません。なんとかとハサミは使いよう。いただいておきましょうと RG を評価し、鈴木家の一員に加えられ、正式に ハッスルの参戦が決定した。ハッスルでのニックネームは、孤独の薬病神、自称、ハッスルの神の子。鈴木第3代 GM の退任と彼女の推薦により、第4代 GM に就任。ハッスルハウスボリューム20において行われた、GM 総選挙において、坂田渡に敗れ、GM の座から退任することとなり、坂田軍団に所属。ハッスルでも、 リアルゲーとしての RG と同様に勘違いして調子に乗ったキャラクターが与えられていた。参戦当初は寒いギャグを織り混ぜたマイクパフォーマンスを行い、また当時の RG が世間から嫌われていたため、観客からのブーイングや帰れ、コールを浴びせられるのが常であったが、坂田軍団の一員となり、GM 補佐官のギミックでレッスラーとして活動。 試合を重ねるにつれ、ハードな受け身を取ったり、流血戦にも耐えるなどのやられっぷりの良さで人気を、博しレスラーとして成長していった。チーム 3D、タイガー・ジェット・深夜天竜・源一郎川田俊明、明け鈴木みのるなどといった国内外の大物レスラーとも、対戦した。後期ハッスルでは、ハッスルの裏エース、後楽園ホールの主役とまで呼ばれ、 メインを務めることも多かった。2006年のハッスルマニア前の記者会見では、GMW に HG への発言として、前回の名古屋大会ではお前よりも RG の方が面白かったと言わしめ、HG もあの時の RG は確かに面白かったと思いましたと、RG を認める発言をした。2009年に HG が大怪我を言い、 ハッスル自体も工業中止となる事態が発生したため、RG もこれをもって、ハッスルから離脱することとなった。ハッスル崩壊後も時折リングに上がることがあり、2010年の DDT 両国大会では、足の重傷から1日限定復帰した HG と組んで、男色 D のとハンデキャップマッチを行っている。また、全日本プロレスでは、 第3代 F-1 タッグ選手権を獲得。2011年4月には、スカルシットプレゼンツザライブ2011で、イブシコータと対決。2016年12月の、骸骨祭りでは、蝶野正博とのシングル戦が組まれていたが、前日のタッグマッチで、明けぼののエルボーであばら骨を2本骨折し試合は、流れてしまった上、直後に参加した、博士と、助手。 細かすぎて伝わらないモノマネ選手権の撮影では、通常モノマネ後に、奈落に落とされるところ、スタッフの配慮で舞台袖に履けることとなった。高校時代及び立命館大学時代にバンドを結成していたこともあり、洋楽、特にヘビメタルに造形が深い。冠徹哲也と信仰があり、しばしば対バンすることもある。2003年に、レーザーラモンと、 小籔風とヨがパフォーマンスユニット、ビッグポルノを結成。下ネタを積極的に織り込んだコントやラップなど、様々なパフォーマンスを行っていた。ビッグポルノでの伊豆ブは意外なまでに高い歌唱力を持ち味としており、陰形と大阪をモチーフにした、ナンバー、サンライズサンセットなどを収録した、実習制作版も制作し、人気を博していた。2012年より、 RG、椿木奈、藤井隆の3人で好きな洋楽をカラオケで歌うだけのイベント、ライク、A レコードラウンド、ラウンド、ラウンドを随時開催している。2014年には藤井が主催する音楽レーベル、スレンダリーレコーズ所属のユニットとして、工事1200のナウロマンティックのカバーやオリジナル曲、カッポをリリースしている。ドラマアニメ、 ありがとうございます。